さっき始めたばかりだよ。すごいね、エビナちゃん。もうこんなに撮ったんだ。あ、秋田の実家でも捨てた、してたんです。怪我はしてないよな。よいしょっと。うまる、もうちょっとやる。エビナちゃん、顔が赤いよ。もしかして熱中症？違うよ。本当に大丈夫？本当に大丈夫です。ボールは全く予測ができない動きをしました。そして、見事チーム T のゴールへと入っていったんです。